の奥原がこの高橋を抑え込んでいきました。高橋はまだ引く気配ありません。バックストレッチ誘導員をかわす2番の奥原、一旦下がった7番の高橋が現在は4番手の位置。さあ残り600の鐘、2番の奥原が後ろの様子を見ています。4番手から巻き返していく7番の高橋、4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周です。さあ2番の奥原、7番高橋、先行争い。ここは7番の高橋が前に出ました。2番手は1番の本間、3番手3番の宮田がキープして、4番手下がった2番の奥原です。バックストレッチ、7番の高橋逃げていく。2番手は1番の本間、3番手には3番の宮田、上がっていくのが2番の奥原だが3番手外あたり少し苦しいか。しかし2番手まで来る。4コーナーから直線、高橋先頭、外から1番の本間、さらには2番の奥原、1番の本間、最後は1番の本間。